何？これはトレーニングですか？そうだよ。ね、腹筋ですか？そうです。そっか、足上げ腹筋ですか？そうだよ。うん、どうぞやってください。皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで古民家で晩酌、早速始めたいと思います。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、六甲ビールですね。こんなん売ってたから買ってまいりましたよ。ではいただきます。そしていつものように健康第一ジョッキについていきます。はい、こんな感じです。まあまあいい感じに入りましたね。では行きましょう。全国の皆さん、ご一緒に乾杯しましょう。行きます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまい、めっちゃうまい。これビビるぐらいうまい。なんか無ろ過とか書いてある、ろ過してないビールなんやね。ようわからんけど、とにかくうまい。はい、今日の一品目はこれ、タイのお刺身ですね。おいしそうですね。これは柵で買ってきて嫁さんが切りましたよ。では早速いただきましょう。はい、では早速いただきましょう。タイの刺身うまいからね。特に今日のやつはね、ご存知愛媛県産のタイですよ。愛媛県のタイはうまいからね。はい、こんな感じです。はい、うん、ビールが進むくん、そんな感じです。はい、ではもう一切れいただきますよ。うまいわ、本当に。やっぱり愛媛県産ってうまいね。はい、いただきますよ。最高にうまいね。本当このタイうまいわ。ところで、そこのパンマン、うん、タイ食べた？美味しいよ。食べないの？悩んでる。ダイエットしてるんですか？うん、またダイエット食ですか？豆腐ばっかし食べるね、うん、豆腐は正義だ。うん、豆腐と何それ、オクラ、うんうん、とネギと鰹節、はい、そんな感じで。タイでもカロリーそんな高くないんじゃないの？確かに、うん、じゃあ食べてみたら、うん、そうするわ。うん、そのわさびもね、うん、
静岡県のいいわさびやからうまいよ。はい、撮るの早すぎてカメラが追っつかなかったよ。うん、美味しいよね、うん、それどういう感じ？弾力あってすごい美味しい、うん、甘い。やっぱりね、愛媛県産は弾力あって本当に甘いタイ、うん、最高やね、この辺では、うん、そんな気がするけど、どう？そんな感じです。はい、そしてこれ冒頭見ていただきましたように、名人が今日はネギ入りの卵焼き焼いてくれましたよ。では早速いただきましょう。これうまいからね、ネギ入りは。ネギ入ってなくてもうまいけどね。一応そういう風に言っとかんと後でボロ雑巾になるからね。はい、うん、今日の卵焼きは特にうまい、うますぎて1本目終了、そんな感じです。はい、そして今日の2本目はこれ、札幌黒ラベルです。これも美味しいからね、刺身には合うと思うよ。いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについていきます。はい、こんな感じです。チャンネル登録お願いします。してくれるとめっちゃ喜びます。ということで2本目黒ラベルで乾杯。うん、やっぱりうまい。はい、そして次はこれ、イカですね。ケンサキイカですよ。しかも皮付きケンサキイカ、めっちゃ美味しそうですね。早速いただきますよ。はい、ではいただきます。この皮付きっていうのがいいよね。はい、もちろん静岡県産のわさびをつけていただきます。絶対美味しいよね。はい、うん、おお、あ、めっちゃシコシコする。うん、これはうまい。うん、甘い。そんな感じです。はい、そして次はこれ、これは何かっていうとイカ軟骨ですね。イカの軟骨もうまいからね。なんで軟骨ってうまいんやろ、食感がいいよね。ではいただきます。はい、うん、うまいわ。ほんと軟骨ってなんかこの食感が最高やね。コリコリしててうまい、そんな感じです。はい、なんか箸が伸びてきてなんか取ってったよ。ケンサキイカのお刺身取ってったよ。あ、なんかパクついてる。どんな感じ？うまっ、うまっ、うん、美味しいね。うまいよ、うん、やっぱイカって美味しいよね、うん、で特に今日のは皮付きやから、うん、甘いね、なんか、うん、食感もいいよね、うんうん、
ダイエットでも食べて大丈夫ですか？イカはね、ヘルシーで高タンパクだからいいんだよ。はい、今日何飲んでるんですか？今日は酵素ドリンクですよ。そうですか。そうですよ、今日は休肝日です。はい、昨日っていうか今日の朝っていうか、なんか12時から結局何時まで飲んでたんですか？3時ぐらい。そうだよね、ちょっとやばいよあの時間に、うん、結構あなた食べてたしね、うんうん、まあいいんじゃね、うん、まあ今日はねヘルシーじゃん今日はね、うん、あなたはね、うん、まあそういう時もいいでしょう。うん、そんな感じです。はい、何個も食べたよ。うん、うまいよねそれ、うん、食感もすごくコリコリしてて美味しいし、うん、で絶妙の塩加減、うん、ね、めっちゃ美味しい、うん、本当これってビール飲んだらめっちゃうまいのに。ビールはうまいよ、酵素ドリンクはそんなでもないよね。美味しいよ。あ、そうですか、うん、酵素ドリンク飲んどいてください。はい、次はこれ。今日は阪神百貨店の専門店のトリプロで嫁さんが買ってまいりましたよ。これはバンマン食べれないよね、カロリー高めやからね。俺は食べるよ、食べてビール食べてビール飲むよ。まあ元からね太ってるからね気にしないもんね。いいね、美味しそうですね。いただきます。はい、うん、カロリーちょっと高めやけどめっちゃうまい。うますぎてまだまだ飲みますよ俺は。まだ2本目終わってないけどね。とにかくビールに合う。はい、そして次はこの桃ネギいただこうかな。美味しいからねと思ったけど、ちょっとなんか、そこでズルズル言ってる人いますけど、何食べたんですかそのズルズルは。納豆。納豆赤いね。チョンカキムチ入れてた。納豆にチョンカキムチ入れて食べる、うん、それビールに合うよね。もう嫌い、うるさいよビール。ビールうまいよ。はい、そしてもう一つビールに合う焼き鳥ネギマ、これうまいからね。うん、あーネギマうまいね、本当に最高。タレうまいね、ここのやつ。そんな感じです。はい、そして次はこれ、海苔塩唐揚げらしいです。これは絶対うまいしビールに合うよね。これでもカロリー高いよね絶対。でも絶対うまいから、これ食べないの？食べないの？食べないよ。あ、そう、残念やね。これ俺食べるよ、うん、どうぞ。はい、ではいただきます。はい、では海苔塩唐揚げいただきますよ。めっちゃ美味しそう。さすが鶏のことを知ってる専門店のトリプロさん、絶対うまいからありがとうが言いたい。ではいただきます。うん、
最高にうまいね。ビビるわっていう感じです。うまいわ。今日はやっぱり土曜日の夜、幸せな感じやね。ところでサルキチ君、今日は何飲んでんの？それどうしたの？はい、サルキチです。ヤーキンさん、これはですね、札幌ビール園サマーピルスっていうやつですよ。これうまいからね、僕大好きなんやけど、これどうしたかっていうと、そこのチビが買ってくれました。なんかめっちゃ優しいチビですね。本当ありがとうございます、チビさん。そしてそれに引き換え、いつもそこに座ってるけど、今日はパンマンがそこに座ってるので、あっちに座ってる岩石みたいな顔したおばはんは本当にいつにもなく、もう間違いなく悪い人ですね。僕に対して厳しすぎますよ。ボロ雑巾何回もされてますけどね。あのおばはん、俺に最近まともにビール飲ましてくれたことほぼないよ。まあ一回やるか。なんか作戦で昼間おばはん休みの時にめっちゃ飲まされてベロンベロンになって二日酔いになった。あの時以来もうビールくれないからね。ほんと悪いおばはんです。まあそれに引っかえ、いつもお世話になってます、ヤーチンさんとパンマンさん、いい人です。おばはんだけ悪い人、それだけ言っとくわ。そんな感じです。以上。なんか今ね、嫁さん言ってたよ、サルちゃん。撮影終わったらボロ雑巾にするって。もう今日確定やね、ボロ雑巾。まあ、そんな日もあるでしょう。まあ、頑張ってボロ雑巾になってください。そんな感じです。はい、そして次はこれ。イカオクラ。まあ今日はイカ多いね。でもこれ美味しそうやけどね。なんでこれ買ったかって大体想像ついてるけど、これ買ったのあなたでしょ。何だから？ダイエット食ですか。うん、イカもあんまりカロリーないか。うん、オクラはやっぱりダイエットには必要か。うん、そんな感じ。うん、そんな感じです。はい、ではオクラとイカいただきますよ。ただこれ滑るからね、めっちゃ持ちにくいけど取れましたよ。ではいただきます。ますうん、めっちゃうまい。やっぱりイカとオクラなんでこんな合うんやろね。とにかくうますぎて2本目終了。そんな感じです。はい、そして今日の3本目はいつもの本麒麟いただきます。そしてこの3本目の本麒麟はもうラスト乾杯とさせていただきますよ。もうめっちゃ結構いい時間になってきたんでね。ではいきます。3本目本麒麟で乾杯。うまい。というわけでラスト乾杯したんで、もう終わろうかなと思ってますけど、どうですかパンマンさん。うん、いいんじゃない。
はい、ではそろそろ終わりますよ。今日も見てくれてありがとう。ありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。そんな感じで今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。よろぴくー。